こんにちは、ネルソラです。今回はですね、前にダメージ生存、まあダメージを受けた時に、まあ攻撃力上がるみたいな、ドスフロギーとかを使った赤と黒のデッキを試したんですけど、今回は赤タンで作ったデッキを紹介したいと思います。で、同じく、まあ、ダメージを受けて生き残った時に攻撃力上がるって言って、ドスフロギーを入れてるんですけども、プラス、バーンコケコッカーというですね、のがいて、まあ、これも、ダメージを受けた時に攻撃力が上がっていくと。まあ、ちょっとこれテキストが違うんでね、どういう違いがあるのか細かいところまでは分からないんですけど、まあ、これもダメージ受けるとどん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 攻撃力が上がっていくと。なおかつこっち MP5 でドスフロギーと攻撃力と HP 一緒なんですけど、その分撃破した時に HP が上がっていくっていう、まあ、特徴があります。これがまあ地味に強いかな、はい、で安定のラングロトラとかメガトータスとかを入れつつ、あとバフバローもちょっと前に動画公開した時にコメントいただいたんでちょっと使ってみたんですけど、なんかこれドスフロギーとかには効果があるんですけど、まあ、ちょっとこの後リプレイ流すんですが、なんかバーンコケコッカーとかにはこのプレイ時自身を除く全ての味方モンスターユニットに2ダメージっていうのが入んないみたいで、ちょっとこの辺どういう処理になってるのかよくわかんないですね。ただまあ決まると強いんでね、ドスフロギーが強くなってくるんでまあいいかなと思って、あと 4-3 で、まあ、大体ドスフロギーとかこのバーンコケコッカーとかをですね、まあ倒しに来るので結構このバフバロの攻撃が入るんですよね。で、それもそれで4点なんで結構大きいかなっていうのと、まあフィニッシャーに近いところでバルファルクとかも入れてます。はい。で、赤黒の時に比べると、まあ一気にユニットを出すことができるんで、まあそこが強みかなというところですかね。で、ランクまでだいたい6割、ちょいぐらい、まあ、18戦して11勝7敗なんで、まあ結構いいかなと思ってますね。ちょっとバフバロがなんかうまくはまんなかった時で負けちゃったりとかすることがあるんで、まあ実際にはもうちょっといけるかなっていうのと、あとまあレジェンダリーのカードを入れれば、まあ、もっと強くなるかなとは思ってますね。まあ安定のというか、まあ、ババコンがなんか微妙っていう話もしたんですけど、まあ、一応今回コンセプトデッキなんで、まあ、ババコンがも入れてますっていう感じですね。まあ、この辺は、変える筆頭かなと。あと、バフバロもまあ変えてもいいかもしれないかなと。バーンコケホッカーがですね、本当に強いんで、まあ、強くなると止まんないんですよね、もうこれ。なんか、例えばその25とか24とかの、まあ、MP3 で止めようと思っても、止めたら HP 回復するんで、攻撃力だけがどんどん上がっていくみたいな。まあ、一方的にこっちがお得みたいな感じなんで、結構大きめのやつを出さないときついっていう感じかな。あと、今のランク間の環境として、MP5 って結構、その多い、ですよね、うん。バルファルクもそうですし、まあ緑、主に緑の、まあチュンリーとか、カリンとか、あとキャミーとか、あの辺を使ってくるデッキが、まあ多いかなっていう印象。あと赤のジルか。で、多いかなっていう印象で、結構ゴーとかを除去するようなものが結構、まあ入れてる人も多いかなとは思ってますね。
まあ、それに対応するような。なので、まあ、同門殺しとかも、まあ、一つありますかね。うん、まあ、でもあれ、レジェンダリーだと1枚なのに、あんま意味ないですけど、まあ、でも、少なくとも、まあ、MP5 以下を殺すような、まあ、黒のカードとか入れてる人は結構多い印象です。なので、まあ、ちょっと、MP が大きめのユニットを、まあ、入れるのはありかなとは思ってますね。赤だと、まあ、普通になんかいろいろと選択肢はいっぱいあるんで、まあ普通に、なんだろうな。まあ、リオレウスとか、でもいいですし、これあれが入ってなかった。リオレウスとかでもいいですし、何がいいのかな。まあ、コーディもまあ悪くはないような気もしますし、まあこいつも悪くないかな。バジュリーラとか。まあ、あとあれだ。まあ6も結構ね、ドーモン殺しとかで殺されちゃうんですけど、マグマードドラグーンとか、まあ入れてもいいですし、まあ、結構いろいろとバリエーションは、その辺を3枚ぐらい交換すると、まあいいかな、なんていうふうには思ってますね。まあ主にババコーンがヒットで、まあ、フォレストスパイアもね、なんか使ってみた感じ、意外といなくてもいい、良さげな感じはしたんで、まあこの辺も変えてもいいかもしれないですね。はい。という感じで、ちょっとこの後リプレイを流しますけども、まあ、18戦し11勝してるんで、まあ、そこそこやれるかなと思ってます。では、リプレイの方、どうぞ。うぬの誠なる一戦、見せてみよう。
さっさと始めようぜ。
一緒に楽しみましょう。実戦データを取らせてもらおう。私を止めることなどできる。受けてみる。
てちょうだい。そこをどいてもらうわね。